エキスパートエキスパートは、欧州宇宙機関によって計画中の大気圏、再突入実験機。再突入時の空気熱力学的データを収集し、数値シミュレート及び風洞試験結果と比較することで、その信頼性を検証する。エキスパートで確認された複合耐熱設計と空力制御技術は、次のステップであるナインフ再突入試験機に使用され、 将来的に構想されるスペースプレーンの基礎となる。エキスパート再突入体は4枚の空力フラップを持つ全長1.6メートルの円錐型で重量は436キログラムである。先端部分の丸みを帯びたノーズキャップとフラップは耐熱セラミック複合剤で機体本体にはオランダのダッチスペース社が開発した金属熱防護システムが使用される。 開発に投じられた予算は6400万ドル。主契約企業はタレス・アレーニア・スペース。当初は SLBM を転用したロシアのボルナロケットによって打ち上げられる計画であった。東太平洋上の潜水艦から発射し、高度 120km に達する約10分の弾道飛行の後、再突入角度5.5度、秒速 5km で、 大気圏に突入してカムチャッカ半島のクラシャ爆上にパラシュート降下する飛行プランが立てられたが2012年にロシア側がボルナによる商用打ち上げの中止を決定したためエキスパートの打ち上げ手段と日程は現在白紙に戻されている。ありがとうございます。